from 1967 to 2007。 彼を私にちょうだい。これまで27年間自分にとって何が一番大切なのか真剣に考えたことなんかなかった。気心の知れたメンバーと楽しく音楽ができること、それが何より俺には嬉しかったんだ。私やっと答えが出せるかもしれない。見てて。ビギニングを弾いて。私は歌いたいだけなの。でも初めて彼のギターを聴いた時、私もう一度やり直せるような気がした。寺田さん、彼のギターはね、私に歌いかけてくるんだよ。夢だって騒いだって世間は待ってくれなくって。全てのロックファンへ、アノンピクチャーズが捧げる本格ロックアニメ。日本の誇る著名ロックミュージシャンがここに結集。世間は待ってくれなくって。輝く光はまた届いてく。燃え尽きるほど熱い恋、突き刺さるほど痛い音。来月には上海だね。シュン、どうしちゃったのよ。そんなギタリストはそれこそ吐いて捨てるほどいる。こいつが本物のグルーヴとソウルを身につけた時、何かが変わるかもしれない。リアルじゃなければグルーヴできないから。あなたに出会って私は本当の自分を知った。私のことも。笑いたきゃ笑え。ねえシュン、夢って一体何なの？世間は待ってくれなくって。ジャニスやジミヘンはもういないけど、愛と平和とロックンロールはいつでも僕らの喉元で揺れている。もう一度やり直したい。キョコ